日本、イギリス、イタリアの3カ国による新たな戦闘機の開発 GCAP、グローバルコンバットエアプログラムがいよいよ動き出したようです。注目の見るところ、アメリカのロッキード・マーティン社との共同開発だろうと思われていたのに、大逆転を見せた日本。だが、今、まさに、英国が離脱を検討しているとの話もやっぱり、純国産化の時が来たような気がしますね。今回は、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社による機関部開発について見ていきましょう。2022年12月9日、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP と名付け、日本とイギリス、イタリアの3カ国によって共同開発を行うことを正式に発表しました。日本とイギリスでは、2021年末、次期戦闘機のジェットエンジンの実証実験を行うと決定していて、2022年初めより、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社で実証実験を始動、2022年2月には、次期戦闘機用のレーダーやセンサー類の実証実験機の共同研究も決定していたのです。したがって、GCAP の始動は、これまでの流れを、各国政府が公式に認めた上でのプレス発表と言えましょう。この GCAP で開発される戦闘機は、航空自衛隊が運用している F2 戦闘機とイギリス空軍とイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継として採用される予定です。日本とイギリスの間での次期戦闘機をめぐる協力関係は、この2年ほどで急速に強化されました。日本は、これまでのように、アメリカのロッキード・マーティン社が開発技術サポートで関わるのが当然という動きがありましたが、区切りをつけた形になったのです。歴史を振り返ってみます。1945年、昭和20年、太平洋戦争での敗北後、日本は、自衛隊が装備する戦闘機など軍備につながる産業分野では、アメリカ製の機体を日本企業が調達するという形コントロールされたため、航空機の開発技術も大きく後退したのです。今回の次期戦闘機開発は、空自が現在保有している F2 戦闘機の後継機が目的で、もともと F2 戦闘機開発の段階では国産機の計画でしたが、当時はエンジン部の製造が技術的に困難だったため、三菱重工業社が主体となりながらも、アメリカとの共同開発になってしまいました。しかも、F2 開発時は、日米貿易摩擦が影響し、日本とアメリカ間において、政治的な問題から、アメリカの F-16 をベースとすることが求められ、国産化できなかったのです。その F-16 戦闘機の各部の変更に、日本の最新電子技術も盛り込まれ、大掛かりなものなって、必要な追艦攻撃能力が強化されました。ところが、完成した F2 戦闘機の中核である制御部分の情報は日本に公開されなかったのです。そのため、状況の変化による日本での仕様変更は行えませんでした。そこで、F2 戦闘機開発の苦い経験をもとに、後継機開発に際しては、三菱重工業者を主契約企業として、その下に国内の各分野の関連企業を決め、日本が開発主導権を握ることを前提として進めてきたのです。今までのように、アメリカのロッキード・マーティン社やボーイング社との技術支援も視野に入れていましたが、システムの情報などをブラックボックス化される可能性も否定できない状況では、日本とアメリカの意見が折り合わなかったのでしょう。そこで、次期戦闘機開発において、戦後初めて、アメリカ以外の国、イギリスとイタリアに日本を含んだ3カ国で協力し、開発、配備を決定したのです。これまでのアメリカとの関係とは違って、対等な関係での開発になるのではと期待されています。さて、今回の GCAP 開発については、日本は三菱重工業者が主契約者となり機体を担当、IHI 社が機関部、電子機器を三菱電機社が担当することが決まっています。イギリスは、BAE システムズ社が、全体の統括と機体、ロールス・ロイス社が、機関部、レーザー、レオナルド社が、センサー部の電子機器等を担当するので、チームテンペスト計画そのままとなりますね。3カ国による GCAP が決定する前は、F2 戦闘機後継機には、
IHI 社が製造した国産エンジンを使用するという見方もあったそうです。その理由ですが、次期戦闘機開発の一環として防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた実証実験機用の XF-51 エンジンや XF-9 エンジンがタービン入り口付近の高温に対する耐熱性、大きな電力消費に対する発電能力、ステルス性確保に対する推力に関して十分に対応しうるクオリティであり、すでに2018年に1機ですが防衛整備省に納入されているからです。地上での動作確認ですが、 XF-9 エンジンはアフターバーナーの使用時の最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービン入り口付近の温度でも約1800度 C を記録、世界標準クラスの数値を示したのです。この FX-9 エンジンは2010年から開発開始されたもので、基本的コンセプトはスリムで大出力であるハイパワースリムエンジンとされています。 XF-9 エンジンを搭載する戦闘機のステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を推し進め、同時に搭載燃料や兵装の収納スペースを拡大することが大きな目標でした。近年では戦闘機による空対空戦闘は減ってはいますが、今回の FX-9 の大出力は戦闘機としての高機動性を保持するために不可欠な条件であり、敵のミサイル等による攻撃回避にはとても重要です。こうして出来上がった国産戦闘機用 FX-9 エンジンはスリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値もクリアしていますが、実用機でのテストはまだ行われていないので、量産化には時間がかかりそうです。また、国産化に向けて一定の成果を上げているので、次期戦闘機への搭載に期待がかかります。さらに、イギリスのロールス・ロイス社との関わりの中で、これまでに培われた技術がどのように活用されるかも注目されます。イギリスのロールス・ロイス社といえば、イギリスやイタリアが採用している現行のユーロファイタータイフーンの機関部開発も主導しており、世界的なエンジンサプライヤーです。そのロールス・ロイス社は、テンペスト計画における機関部開発には難航していると伝えられており、戦闘機の機関部の開発がいかに難しいか考えさせられます。ロールス・ロイス社が開発する機関部は、大きな電力消費と逆に、スモールコア電力、熱制御、すなわちコアは小さく、電力は大きく、発生する熱を制御することに取り組んでいるそうです。しかし、ロールス・ロイス社の技術力は、アメリカには劣るとはいえ、日本の XF-9 エンジン技術よりは、はるかに高く、これからの戦闘機に求められる、発電能力と冷却性能の分野では先行しています。そう考えると、開発の主導権を握るのではないでしょうか。そして、IHI 社製の FX-9 エンジンですが、小スペースと将来の戦闘機に対応できる発電容量も実現していますが、まだ発電能力と冷却性能の分野では一歩遅れているので、今後はこれまでの開発を生かし、実用機での採用を期待する声があります。その IHI 社は、2007年7月に社名を変更しましたが、それまでは石川島播磨重工業株式会社として、江戸末期から160年を超える歴史を持つ日本の三大重工業の一角となる企業です。航空、宇宙事業、エネルギープラント事業を手掛けており、航空機の分野において、ジェットエンジンの製造では 60% の国内シェアを誇っています。IHI 社がライセンス生産したものには、現在、空自が運用している F2 戦闘機に搭載しているゼネラルエレクトリック社の F110 エンジンや F15J イーグル戦闘機が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンがあります。こういった多種多様な汎用性の高いエンジンを製造できるということは、IHI 社の技術力の高さの証明とも言えるのではないでしょうか。